ギュンター・マロイダは、ドイツの政治家。ドイツ民主共和国で1989年11月の、ベルリンの壁崩壊の直後から翌年3月の、東ドイツ初の自由選挙まで人民議会議長を、務めた。ドイツ国、アルトベイリッツ、村生まれ。1950年、ドイツ社会主義統一党の衛生政,政党、ドイツ民主農民党に入党。 1952年から1955年にかけて、経済を学ぶ。1958年から1967年には、経ニヒス・ユステルハウゼンの軍議会議員となったことを皮切りに、1967年から1976年には、ポツダム県議会議員に、1976年から1982年には、ハレ県議会議員になった。 そして1981年には東ドイツの国会に相当する人民議会議員となった。1977年から1990年の間、マロイダはドイツ民主農民党の幹部会員だった。1987年3月27日、マロイダは党議長となり、同時にエイリッヒホーネッカー国家評議会議長を補佐する国家、評議会副議長に就任した。 東欧革命の波が東ドイツに及びベルリンの壁が崩壊すると、その直後の1989年11月13日、人民議会はホルスト・ジンダーマン議長を解任。公認の議長には当初はドイツ自由民主党のマンフレート・ゲルラッハが有力視されていたが、投票の結果、マロイダがゲルラッハを破って人民議会の議長に選出された。 マロイダは人民議会議長として同日に行政府の長である閣僚評議会議長に選出されたハンスモドローと共に立法府の長としての立場から民主化のための改革を進め、また市民団体などのグループとの円卓会議に参加した。しかし1990年3月18日に行われた人民議会の初の自由選挙において党首を務めていた。 民主農民党は大交代し、マロイダも人民議会の議長ポストをドイツキリスト教民主同盟のザビーネ・ベルクマンポールに譲った。1990年のうちに民主農民党は再統一されたドイツの与党たる保守政党ドイツキリスト教民主同盟に吸収されたが、マロイダはセティへの入党を拒んだ。そして1994年ドイツ。 連邦議会選挙において、無所属ながらも、旧東ドイツを代表する左翼政党の民主社会党のメクレンブルクイコールフォアポンメルン州の名簿に搭載されて、立候補し、当選、連邦議会の議員となり、1998年まで務めた。この間、民主社会党の農業分野の顧問であった。その後、二千年には、ヨハネスラウ大統領の政党の政治資金に関する、 委員会の相談役となった、ベルリン近郊のベルナウにて死去。ありがとうございます。